前回人生をかけた夢探しをすることになった夢なし大学生さん、やりたいことは見つかるものの、すいません本当すいません、毎回壁にぶつかり、その度に諦め、未だ夢は見つかっていません。ありがとうございました。ちょっと待って、見かねたスタッフが厳しい言葉を投げかけますが、いや待て待て待て、本気出せよもっと。その表情からは彼が何を考えているのか読み取ることができません。果たして夢を見つけることはできるのでしょうか。ボルダリングの挑戦から1週間後、夢なし大学生さんに呼び出されたスタッフはいつもの公園にやってきました。ありがとう、連絡くれて。あ、はい。謝りたい。ちょ、言い過ぎだ。何がですか。ボルダリングの時。ええ、あ、全然。いや、いろいろ考え込んでるのかな思って。何も何も。ほんで今日どうした。何、行きたいところがありまして。行きたいところ。はい。ほう、何、ちょっと家に興味が、絵に興味を持った。素晴らしい。そうよ、素晴らしい。そうかそう。いや、ボルダリングで体力系の方が上がんかったけども、次芸術層に行きたいっていう感じやね。うん。終わった、終わった、終わった。もう、目星をつけてる。はい。お、じゃあ、行こう、一緒に行こう、一緒に行こう。落ち込んでいるかと思われた、夢なし大学生さん。しかし、気持ちはしっかりと前を向いていました。あ、ここです。え？どれ？もう予約もしたんで。あ、似顔絵。はい。あ、なるほど。あ、連絡入れてんの。はい。ほんま。彼が目指すのは似顔絵師なのでしょうか。しかし、なぜか普通のお客さんとして似顔絵を描いてもらう様子。誇張のレベルですね。控えめ、面白め、激しめの3段階でお選びいただけます。どうね。あ、控えめでいいです。なんでや、せっかくやな、バーン、初めやってもらう。控えめで大丈夫です。せっかくやってもらうの、ね、え？では、描いていきます。すごい目力がありますね。いや、ないですよ。いや、あるよ。老人形やもん、冒険家の。冒険家の老人形やろ、これ。老人形館とかに置いてる。姉さん、どちらからいらしたんですか。あ、自分のことはあんまり言いたくなくて。なんでやねん。ねえ、喋りながらやるんですよね、これね。すいませんね。そうですね。まあでも、そんな無理に。いつからこの仕事やろうと思ってたんですか。子供の頃から絵を描くのが好きで、特に人の顔を描くのがずっと好きだったので、子供の頃からですかね。それを仕事にしたいと思ったのはいつ頃からなんですか。遅咲きっていうか、30歳になった時に転職先探してて、そしたらこの会社を見つけて、そこからですね。それまではじゃあこれとは全く関係ない仕事をなさってたんですか。質問あふれ出てくるやんこいつ。いや、夢がね、今ね、なくてないからね。ああ、今こうやって仕事されてる方にいろいろ聞いたこといっぱいあるんですよ。あ、そうなんですね。おい、どこ見てんのおい。光を浴びるな。おい、外の光を浴びるな、お前。来ましたよ。持ってきた。はい、できました。はい、せーの、じゃ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 ーん。すごい。そっくりや。60歳の俳優さんですか。いやいや、お前や、それ。お前、そんな顔してんねん。いや、マイルドにしてる方やで、これ。だいぶマイルドしてる方やで。そっくりや、これ。ね。ありがとうございました。あ、もう大丈夫です。ちょっと待ってください、待ってください、はい、お前せっかく絵に興味持ってきたんやろ。いろいろ聞け、いろいろ。大丈夫です。大丈夫ちゃうやろ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、おい、似顔絵を描いてもらっただけで帰ろうとする夢なし大学生さん、一体何がしたかったのでしょうか。待て待て、ごめんなさい。おい、待て、はい、来い来い、何や、もういいですって。もう聞けよ、お前。時間取ってないよ。もう十分な。いや、書いてもらっただけやんけ、ただ。ただの客やんけ。
君の趣味な、なんで俺ら付き合わなかんねん。な、夢見つけたんやろ。夢ないんやろ。そのために来たんやろ。もっと掘り下げろ、夢中になれ。君がほんまに本気で何をしたいかもう分からへん。こんな続いて付き合ってられんの、こっち。なあ。どこ見てんねん、それだから。ますます理解できなくなってきた彼の行動。本当に彼は夢を見つけたいのでしょうか。え、何とってんの。いや、別にあのもう時間余ったからね、プライベートでちょっと変えてもらおう思って来ました。じゃあお見せしますね。行きます。こんな感じになりました。じゃ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 ーん。やめな。え、ジュン、あれ、ジュン、ジュン、え、お兄ちゃん頼むわ、これ。はい、あの彼の顔残りすぎてる。あの兄すいません。こんなことであるんですか。その前の人が印象強かったから次の人のその前の顔変えちゃうってあるんですか。初めてですね。翌日、まるで昨日の出来事がなかったかのようにいつもの調子で呼び出されるスタッフ。何だ昨日の。はい、何だ昨日の。あ、今日も行きたいとこありました。今日も行きたいとこある。はい。あ、そう、どう、何。あ、動物に興味がありました。なるほどね、動物の分野。あ、今ちょっと発想なかった。あ、じゃあ釣り行くわ。いなんで飛行機見てんの。自分のプライベートジェット見てる時の顔やねそれ。いや、うん、パイロットさんもパイロットになるっていう夢があったんだろう。ああ、ええよ、その目線、その目線。きっとあれに乗ってる乗客も夢を乗せて乗ってる人も多いんだろうなって。ああ、素晴らしい、素晴らしい。動物に興味を持った夢なし大学生さんが向かったのは動物園ではなく、あ、どうかめ。優雅にワンちゃんたちと戯れる夢なし大学生さん。彼が思い描く夢は何なのでしょうか。いや、もう大丈夫ですよ。いや、ま、何をしに来てん。ちょ、待て待て待て、もう大丈夫ですよ。何やろ。中止、ロケ中止。もういい、ま、まさんでいい。おい、来い来い。あ、何やろこれ。何のためやってんの俺ら。君がね、動物興味ある言うて来たから来たんやろ。夢がなんかそこそこからなんか取っかかり見つけんのかなと思って頑張って見守ってたんや。遊んでただけやねん。ねえ、君の遊びに付き合わなあかんのか、こっちは。昨日もそうや。人形変えてもうただけ。昨日もそう。犬と遊んだだけ。何のために癒着してんの。このままじゃね、何にも拉致あげん。話し合おう。今後のこと話し合おう、ちゃんと。いや。毛いっぱいついたの、着替えていいです。何それ。あ、でも着替えてこいんだろ。そこら辺の服屋さんで買ってきていいですか。ああ、俺外で待ってるからな。あと話し合おう、ちゃんと今後のことな。このままじゃの成り立てん。買ってきます。買ってこいんだろ。あと話し合え。結局今日も夢を見つけるどころかその努力すら見せなかった夢なし大学生さん。ここでスタッフはある決断をすることに。もうね、密着をやめる。
密着をやめる、うん、でもこんな何ぼとっても一緒やん、ほら何の脈絡もないね、遊んでばっかり、そんな若者をとっても何も伝わるもんないでしょ、そうはっきり言わな、彼に密着中止。この決断を夢なし大学生さんはどう受け止めるのでしょうか。そうなんだ、あれあ、あれ夢なし大学生さんじゃないですか。どれ、違うよ、この辺の地主さんやろ多分。いや、ほら、あ、夢なし大学生や、ほんまや、何してねん。お金貸してくれませんか。は？いや、あの、その辺のファストファッションで服買う予定が、なんか手前に高級ブティックがあって、そこに案内されて、なんか社長と勘違いされたのがおすすめされて、56万円。は？お金借りてもいいですか。ちょ、待て待て。もう来い。お前な、なんで断れへんの。違うんですって言えよ、言えるやろ。なんで言われる、流れるがままにお前全部来て、もう来てきてんねん。お前自覚せえ。自分の顔が資産家やって。高級ブティックの前通ったらそれ誘導されるわ、こんなやつ通ったら。お前19歳か、ほんまにこれ。どっかで断れたやろ。いや違うんですって言え。言え。意思を見せろ、相手に。俺らにもそうや。何も見えへんねん。会長来い。何じゃねん、はい、何もないやろ、行け、返すだけや。スーツの返品が最優先、密着中止の話は後日伝えることにしました。そんな矢先、はあ、また夢なし大学生さんから呼び出され、いつもの公園に行ってみると、何、あ、こんにちは。いや、こんにちはなくて、何、あ、喫茶店に一緒に行きたいなって。もうええねん、何でその君の遊びにこっちが付き合わなかね、勝手に一人で行け。ほんでいちいち呼ぶな、この公園に。毎回毎回現地集合できる全部。なんで一回公園集まってみんなで行かなかね。スタートもいろいろ話しないよ。もうこのままラッシュあかんしね、こっちも仕事やってるから。はっきり言うわ、密着やめます。夢が見つかりまして。なんで夢が見つかりまして。いや、だから喫茶店でお話ししたいなって。そうだそうだそうだ、よかったよかった、今の瞬間取れたな。あ、行こう、話しよう話しよう。じゃあ一体いつの間に夢が見つかったのか。とにかく彼の話を聞くために喫茶店にやってきました。ご注文いかがなさいますか。あ、じゃあアイスティー。アイスティーで、はい、あ、じゃあ僕もアイスティーで。アイスティーで。お客様はホットのブラックコーヒーでよろしいでしょうか。いい、僕まだ19歳なんで、はい、飲めないんで、クリームソーダで。クリームソーダで、はい、かしこまりました、少々お待ちくださいませ。クリームソーダ食べてる顔ちゃうやろそれ火つけたら燃えるぐらいのアルコール舐めてる時の顔やそれいや、ええねん、ちょ、本題本題本題聞かせて。はい。死ぬほど苦いもん食べてる時の顔やねん。何スカスカやねん、もっとちっちゃいカバンでええよ、こんなんやったら。いや、あ、や、読みますか。いや、読めんよ今ね、コボちゃんもおもろいけど、君の夢を聞きたいね、今。はい。この間、いろいろチラシ。あ、そうやね。チラシから君ヒント得るもんね。もういろいろ考えて、どれやねん、言うてみ。あ、いや、これです。レッドブルボックスカートレース。これ出るのが夢ってことか。はい。出んの。
出たいです。エントリーはしました。え、レッドブルボックスカートレースとは、動力を持たない手作りのカートに乗り、カーブやジャンプ台が設置された坂道コースで、タイム、カートの創造性、レース前のパフォーマンスの3つの基準を競うレース。2000年にベルギーで第1回大会が開催されて以降、世界で130回以上開催、日本でも東京で過去4回行われ、今年2022年10月22日に大阪で初開催されます。その大会に夢なし大学生さんもエントリーしたというのです。主催者の顔やん。やっぱり主催者の顔や。はたまた過去で何連覇もしてるやつの顔や。ほんで何連覇もしたから主催者側に回ったやつの顔。初出場ですよ。殿堂入りして初出場ですよ。で、うん、これは自分で車を設計するんですよ。あ、自分で設計するの？はい。この、あ、この偉そうなってるようなやつや。はい。カート、カートって言うのか俺。はい。うん。なので、うん、この間も似顔絵のとこに行って、え？設計図を描くヒントを得られたらなと思って。そう、実は設計図をうまく描くために似顔絵屋さんで絵の描き方を研究していたというのです。速く走るにはやっぱり犬の走り方見たら何かヒントあるかなと思って、この間も犬がいるとこ行かしてもらって。ドッグカフェでは犬が速く走るメカニズムを調査。表情からは読み取れませんでしたが、実はやる気に満ち溢れていたのです。いや、それを言え。そうやったら設計図も書いて、もう全方向、全方向書きました。いや、まじ、そうかそうかそうか、これもう上手い下手はどうでもない、とりあえずな。あの、で、やり方も君はあのすごい不器用、めちゃめちゃ不器用、めちゃめちゃ遠回りしてんねんけども、これに向かって君が努力してたっていうことを今知れて、僕めちゃめちゃ嬉しい。並びに遊んでるだけや思ってね、あのいっぱい怒って申し訳ない、ほんまに。それほんま謝るわ。うん、君は何の意思もないね、ただ遊びほうけてる顔の怖い大学生や思ってた。でもちゃうかったんや、これに向けてやってたんや君は。ああ、はい。いや、楽しいや。よっしゃ、ほんならまず君がやらなあかんことはこのカード作ることじゃない。はい。君がやらなあかんことはこのカード作るじゃない。はい。作ろう、道を差して。果たして無事にカートを完成させることはできるのでしょうか。彼の人生で最大の挑戦が始まります。これ出終わった後の顔や、それ。今から出んねん。